カセットビジョン。カセットビジョンは、エポック社が1981年7月30日に発売したカセット式の家庭用ゲーム機。ファミリーコンピュータ、ファミコンが登場するまでの2年間に、日本で最も売れた家庭用ゲームハードである。それまでのゲーム機の中では群を抜く40万台から45万台を売り上げ、1983年9月時点では、 日本で一番売れていると評されていた。カセットビジョンは本体に周辺回路と電源と操作部を搭載し、カートリッジにテレビゲーム用 LSI 自体を1チップにした1チップマイコンを内蔵し、カートリッジを交換することで違ったゲームを占めるというシステムである。本体に CPU が搭載され、ゲームソフトのプログラムとデータは ロムカセットに内蔵された ROM で供給するタイプの後年のカセット交換式ゲーム機とは異なる構造をとっている。これは CPU と ROM を分離し CPU と外部の ROM とをバスで接続するとノイズが乗ったり誤動作の原因になるという技術的な理由でできなかったためである。後年のゲーム機の主流となった CPU とメモリの ROM と r a m を分離して本体には CPU とメインラムをカートリッジ側にロムを搭載する方式と比べると本体を安くできる、動作が安定する、それまでに発売したゲームを本体に内蔵したゲーム機の移植が容易にできるなどの長所を持つ。当時の技術では CPU とは別にロムを置く方がコストがかかっていた。カセットに搭載しているマイコンチップは NEC の D777C という テレビゲームの LSI で、プログラムは、ロムチップの形で分離されておらずに D777C に内蔵されている。よって、カセットに内蔵されているのはこのチップのみである。単体で演算、入出力、画像処理のすべてを1チップで行っている。そのため、何ビットと定義するのは、難しく。 4ビットや8ビット、1 2ビット、場合によっては4 8ビットなど様々な数値がある。エポック社は日経産業新聞の取材に対しては4ビットだと答えている。エポック社はカセットビジョン以前に1975年からゲームが本体に内蔵のゲーム機を出しており、1979年に 発売したテレビ野球ゲームはそれまでハードウェアの回路でゲームを実現していたのに対てマイコン、CPU を採用してプログラムによって効率的にゲームを開発可能になった。そこで1978年発売のシステム10の後継機として開発に取り掛かっていたスーパー10は完成しつつアッガ開発が破棄されてカセット式のゲーム機の開発に切り替えられる。それが カセットビジョンである。設計は NEC が担当した。同じマイコンを使うのなら、周辺回路は同一であり、それなら本体は共通化してゲームはカセットで供給する方が低コスト、低価格化につながるという発想で、堀江正幸ら3人の担当者によって開発された。カセットビジョン以前にも日本国内で2万円以下という、比較的安価なカセット式。 テレビゲームはいくつか存在したが、当時はいずれも大きな普及には至らなかった。カセットビジョン当時の主な競合機としては、当たり VCS、販売、エポック社、1979年や、マテルインテレビジョン、販売、バンダイ、1982年などの海外製、輸入ゲーム機が存在した。アメリカでは本体に CPU を搭載したゲーム機が、すでに主流であり、 これらのゲーム機も本体に CPU を内蔵していたが、アメリカからの輸入品ということもあって、非常に高価だった。またカセットビジョンのソフトは数こそ少なかったものの、エポック社の既存のゲームを移植するなど、当時よく知られていた人気ゲームを揃えていた。結果的に、カセットビジョンは1981年から1983年にかけての日本の末置き型ゲーム機市場をほぼ独占した。 しかし1983年になると価格的優位性については薄れ始めた。あたりは子会社から日本向けモデルあたり2800を2万円台で発売したほか日本国内メーカー各社も約1万円から2万円台程度のカセット式テレビゲーム機を相次いで発売しどの機種もカセットビジョンジュニアより性能が高かった。エポック社も7月にカセットビジョンジュニア。 を発売することでどの機種よりも本体価格を下げたものの結果的に同時期に発売された任天堂のファミリーコンピュータに急速にシェアを奪われた。カセットビジョンの大きな特徴はその低価格にある。当時カセット方式のゲーム機本体の価格が5万円で均衡していたのに対しカセットビジョンは初期に AC アダプタ1500円が別売りで。 本体価格が12000円、後に AC アダプタ同梱で本体13500円とされた。ソフトも4980円と最も安価な部類に入っており、販売の促進に大きく貢献した。しかし、ゲーム機本体にコントロールレバー、ボタン、ダイヤルコントローラが中央から左右対称に配置されていたため、1プレイヤーは左手でレバーを 操作にプレイヤーでは右手でレバーを操作する。ドットが大きくゴツゴツした画面表示はキャラを判別しやすいという見方もあった。少ない色数や大きいドット、貧弱な音源、背景を描くバックグラウンドが単色など発売された時期から見てもあまり優れた性能ではない。それ以前の1977年にアメリカで発売された当たり VCS よりも性能が劣る。 同時発音数は単音だが、ギャラクシアンのように工夫を凝らしてワオに聞こえるようなゲームも存在した。VDP にはテレビのチャンネル表示用 IC を使用している。ドットが非常に大きい反面、通常のドットを対角線で半分に切った形の三角形のドットが存在するのはこの IC の使用によるものである。なお、内部的にはドットが三角形というよりも、 本来は長方形であるドットを平行四辺型として表示できる機能を活用したものである。当時ファミコンを含む主なライバル機の画面は128から256ドット程度の画面解像度を持っていたのに対しカセットビジョンジュニア、の画面は5462ピクセル色数は8色だった。BG 面はなくよってスクロール機能も存在しない。 横スクロールシューティングゲームのアストロコマンドではキャラクターの配置座標をずらすことでスクロールしているように見せかけいる。カセットビジョンジュニアカセットビジョンジュニアは1983年7月19日に発売されたカセットビジョンの廉価版ゲーム機。価格は5000円。非ライセンス品を除くソフト交換型のテレビゲーム機では最安値、ね。 口述のように、ボリュームコントローラーなどが省かれており、一部のゲームができなかった。キー配置が変更されており、パクパクモンスター等のゲームが操作しやすくなっている。カセットビジョン、カセットビジョンジュニア、共に、本体一体型である。別売の光線銃のみ、外部接続。アクション、スポーツ、シューティング、パズルなど11作品が発表されている。そのうち、 スポーツ作品の3タイトルはカセットビジョンジュニアに対応していない。カセットビジョンは発売当時手頃な価格とカセットを取り替えることで別のゲームが遊べるというカセット式ゲーム機の利点や定期的にゲームソフトを発売しゲーム機市場でのシェア7割を獲得していた。また発売時に放映のテレビ CM には当時人気のイモキントリオが出演していた。 最大セールスはギャラクシアンの18万本。1983年になると廉価版のカセットビジョンジュニアが発売され、カセットの価格は変わらなかったものの、その本体価格の低さは当時のターゲット層だった小学生には明確な利点となった。この年には任天堂からファミリーコンピュータが発売され、ファミコンと 同価格帯の競合期の淘汰が進んでいるが、カセットビジョンはファミコンに対して競合する存在ではなかったと開発者は見える。1984年になり、ファミコンがシェアを伸ばす中、エポック社は8月にカセットの値段を下げた最終作エレベーターパニックを発売した。また、同年7月には互換性のない次世代機スーパーカセットビジョンを発売しており、 カセットビジョンのブランドはそちらに受け継がれていった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。